ギアオイルギアオイルは、オートバイなども含む自動車用の潤滑油のうち、トランスミッションとトランスファー、デファレンシャルの潤滑を目的としたものの総称である。潤滑する装置の種類によって異なる性質のものが用いられ、主に、マニュアルトランスミッションに用いられるものは、ミッションオイルや、マニュアルトランスミッションフルード、デファレンシャルに用いられるものは、デフオイルと分けて呼ばれる場合もある。 ギアオイルは、主原料の元油に、駆動伝達装置の潤滑に適した特性の、油添加剤を加えた製品である。元油には、鉱物油が古くから用いられてきたが、近年では、化学合成油を用いる製品もある。添加剤は酸化防止剤や、流動硬化剤、極圧剤、摩擦調整剤、防錆剤、消耗剤といったものが加えられるほか、 粘土指数向上剤が加えられる場合もある。かつては、鉛系添加剤や、マッコウクジラ由来の原油などが、添加剤として用いられた時期もあったが、環境保護や商業保芸の禁止などの影響により、科学的に合成された成分に置き換えられている。プロペラシャフトから車軸へ、動力伝達する際に用いられる、ハイポイドギアは、 歯車の表面に高い接触面圧がかかりながら滑り接触することから普通のギアオイルでは油膜切れを起こして焼き付く場合がある。ハイポイドギアに対応したオイルはハイポイドギアオイルとも呼ばれ極圧添加剤と呼ばれる添加剤が加えられている。極圧添加剤は硫黄や塩素、リンなどを含む化合物で高温高圧の条件下で歯車表面の金属と 化学反応を起こして、被膜を形成し、摩耗や焼き付き、誘着といった現象を防止する。ギアオイルを交換する際には、車体や変速機メーカーが指定する粘土、及び工術の GL 規格の区分を遵守することが望ましいとされている。特に、リミテッドスリップデファレンシャルを装着している場合は、LSD への対応が明記されているものを使用することが推奨される。 LSD は様々な形式のものが存在するが、それぞれ正常に動作するための固有の摩擦調整剤を要求するためである。ハイポイドギアオイルや LSD オイルの多くは黄を含む添加剤により腐った卵のような悪臭を発するため、取り扱いの際には適切な保護具の着用が推奨されている。スクーターへのギアオイル注入の様子今日のオートバイの多くは、 エンジンと同時にギアボックスを潤滑する方法をとっている車種が一般的で、これらはエンジンオイルで潤滑されている。ただし、湿式クラッチを採用した車種の場合は、クラッチ機能を阻害しない機能を有したオートバイ用エンジンオイルが利用される。ギアボックスの潤滑系統が独立しているに、 ストロークエンジンを搭載した車種でも、オートバイ用4ストロークエンジンオイルをギアボックスに使うことをメーカーが指定している車種は多い。一方、エンジンとギアボックスの潤滑系統が分離している車種では、オートバイ専用のギアオイルを用いることが指定されている場合がある。多くの場合、メーカー純正ギアオイルは、粘度指数や GL 区分が公開されていない。 シャフトドライブを採用した車種や、側車に駆動輪を持つサイドカー、あるいはトライクのように独立した、ギアケースにハイポイドギアを用いる車種の場合には、自動車で用いられるハイポイドギアオイルに準じた、ギアオイルが用いられる。また、スクーターのファイナルリダクションギアボックスのようにクラッチを、気候に内包しない場合であれば、エンジンオイルを使用する場合であっても四輪車用ほどでは、 ないものの低摩擦特性のエンジンオイルが純正でも用意されている。すなわち、スクーターはクラッチの問題がないため適切な粘土であれば四輪車用の低摩擦特性エンジンオイルをエンジンに使えるとも言える。ギアオイルの粘土の表記はエンジンオイルに用いられるものと類似しているが、その数値が示す実際の粘土領域は異なる。工学的な区分である。 ISO 粘度で比較すると、例えば、ギアオイルで、粘度表記が7 5トから90のものは、エンジンオイルでは1 0トから40とほぼ同じである。マルチグレードのギアオイルほどこの傾向が顕著となる。これは、両者の粘度表記を所管する、再規格において、エンジンオイルの粘度は、再 J300、ギアオイルの粘度は、再 J306 という、 異なる規定が用いられているためである。ギアオイルは、米国石油協会によって、GL 規格が定められている。GL 規格は6等級に区分され、数字が増えるほど添加剤の割合が多く、極圧性が増す。ただし、各等級は、必ずしも、会の規格に対する介護管制を有しておらず、API 自身もメーカーの指定等級を遵守する。 ことを強く推奨している。上位規格の多く含まれる、硫黄などの極圧剤は、銅や青銅、真鍮やマンツ合金等の黄色金属に対する強い腐食性を有するため、シンクロメッシュの角の摩耗促進による劣化を防ぐ、意味でも、例えば、GL-4 指定のシンクロメッシュ式、手動変速器に GL-5 を入れるなどといった行為は、 避けることが望ましいとされている。ありがとうございます。